なるには学問堂は大阪市に本社を置くスペックグループの学童保育施設。少子高齢化による人口減少、待機児童問題、女性活躍推進社会の到来などの社会的自制を背景に共働き家庭をサポートするアフタースクールと和の精神を持った国際人を養成する天才教育の塾として開設された。開設のきっかけとなったのは 小一の壁に直面したことであった。アフタースクールとしての役割は、朝8時から夜8時まで安全に児童を預かることで、キャリアウーマンもシングルマザーも安心して仕事に打ち込むことができるようにすることである。一方、天才教育の塾の役割は、子供たちが本来備えている添付の際を開花させて、世界を舞台に活躍できる日本人の育成を目指すことである。 そのための様々な独創的かつ斬新なカリキュラムが用意されている。開園時間は15時から20時で、土曜日や長期休みは朝8時から利用可能となっている。なるには、の1日は、各々が学校から持参した連絡帳を取り出すところから始まる。室内の真ん中にある大きな丸テーブルについて一斉に宿題を始め、中には正座して取り組む。 子供の姿も見られる。連絡帳には今日やるべき宿題が書かれており、それをなるには用の連絡帳に書き写す。漢字の書き取り、算数などを終わったものに指導員からンコを押してもらうので保護者は何が終わったかが一目瞭然である。もちろん学習サポートは万全。なるにはでは学習する習慣を子供たちにつけてもらいたいと思い、基本的に なるにはにいる時間内に宿題を終わらせてから帰宅するようである。ありがとうございます。